今回はこちらのリキッドのレビューです。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。どうも、動画の方をご覧いただきありがとうございます。ジャパンベイプ TV のゆうです。さて今回はこちらです。神風から届きました、神風コーラ。実はね、レビュー前にやってたんですけど、コーラだけちょっと僕は持ってなかったので、こちら今回、神風イージュースより提供いただきました。ありがとうございます。さあ、じゃあもうドリッパーにセットしてあるんで吸ってみようと思います。これね、めっちゃ懐かしい。駄菓子屋で売ってるコーララムネとかコーラグミあるでしょ、あれ完璧にあれだわ。うわ、これはちょっと面白すぎるでしょ。いや、駄菓子だよ、駄菓子、完全に。こんな味なんだ、神風のコーラって。今まで吸ったことなかったけど、ちょっとドリップして、こんなコーラ出してくると。なんか予想だとは飲む方のコーラかなって思ってたけど、違いますね。うん、コーラグミ、あとコーララムネ、完全にこれ面白い。何これ、まあ、どことなくドリンクのコーラに近いところもあるんですけど、それよりは完全駄菓子感ですね、これは。これね、今の30代40代の人で駄菓子屋さん世代の人に吸ってもらいたいですね。言ってる意味が分かってくれるはず、これだったら。うわ、これおもろいわ。なんだろう、メンソール入ってんのかな。なんか成分聞いてないんですけど、メンソール入ってるかどうかは。なんかちょっとひんやりする感じがあるんで、若干入ってるかな。でもこれうまっ。結構さっぱりしてるんでバンバン吸えますね。こんなコーラのリキッドなんだ、面白いな。やっぱここはメイドインジャパンの良さですよね。駄菓子屋のコーラって外国人の人知らないから。いや、これはちょっとネタのリキッドとしては面白いですよ。ハマっちゃうと結構バン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 吸えますからね。面白い。ただドリンクのコーラのイメージで吸う人にとってはちょっと外れかなっていう感じがあるので、そこはちょっと考えて買ってもらった方がいいかなとは思います。はい、というわけで今回は神風より、神風コーラのレビューでした。今回商品提供いただいた神風のホームページ下に貼っときますんで、またよかったら見てみてください。一応ね、神風のコーラが買えるショップさんのリンクも貼っておきますね。そこから買えるようになってます。で、横に関連動画、過去の動画がありますんでね、またよかったら見てみてください。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いいたします。